さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエスト10オフラインバージョン2のおまけパートやりましょうか。残ってるのはアラハギル王国のクエストなんですけど、その前にね、以前やったベルサンディの村のクエストで、どこ行ったんだった、場所どこ行ったんだって話なんだけど、水車小屋にいるってコメントいただいたので聞いてみました。ね、クレルがいる。あなたにもたくさん辛い思いさせてごめんね。愚かな私を受け入れようと努力してくださる村の皆さんやあなたに感謝しているわ。ザンクローネが残してくれたこの命、一生かけてベルサンディの村の人々へ償いに使わせてもらいます。あの祠も汚れてしまったからまた掃除しに行かないとね。その時はザンクローネパンを持って。なんだかんだ言ってこういう落ちやったんや。ザンクローネ復活しねえかな、なんかいつかな。はい、ということで、メルサンディとね、セレド、そして今日が最後ですね、アラハギ色王国のクエストやっていきたいと思います。さあアラハギ色王国来ました。セラフィーの知り合いかい、ファクション寒気がしてね、東の母屋にいるよっていう、あそこに家に足踏めるなんて、あの子は何考えてんのか。なんか寒気がするって大丈夫、風邪ひいてんのかな、なんかあったのかな。さて、魔物ばっかの村です、ここは。さあセラフィーちゃん会いに来たよ。どうしたんだい、ん、材料さえ取ってきてくれたら薬をつけれてこの人が治るかもしれないのよ。倒れてる、プル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 してる。んなこと言ったで俺たちを急の目に合わせようとしてんじゃねえか。この薬で治る保証がどこにあるのよ。あんたの言うことなんか信じられるわけないでしょ。なんで信じられてねえんだよセラフィーちゃん。ガクガク、寒い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 、風邪ひいてまんねん。助けたくないの、仲間が死んじゃってもいいの。ちょぼーん、どうしたんだよおめえら。俺が取ってきてやろうか、なんか材料を言ったら。でもあんたのことは信じられない。ベルムド王に散々立てついて、あんたのせいで王様が死んだのよ。いや、王様の拝見は僕がやりました。ダイダラさんじゃん、うっす。どうしたのセラフィーちゃん。ちょうどよかった、困ってたの。上海銀城下町で寒い寒いって、体の震えが止まらない病気が流行っててね。ねえ、コロナかもしれん、これは。それで、病気について調べていたら、このまま放っておくと凍死してしまう。死の病ってことが分かった。寒くて死ぬの？暖房つけよ。毛布かぶせよ。治すには特別な薬が必要なんだけど、ローヌ人参、砂竜骨って材料がないと作れない。なんだそれ、両方知らんぞ。ここで薬する準備しなきゃいけないから、ダイヤさんは材料集め手伝ってほしい。まあいいよ。助けて、この人たちに集めてもらうようお願いしたんだけど、断られちゃって。いいよ。新婚種くれんのか、いいえ。よし、ローヌ人参は、こっちの世界、偽の世界ね。ローヌ受忍体、オッケーオッケー、南の果てね。で、サリュコツは、こっちの世界のアラハギロ地方の東の砂漠のドラゴンゾンビ、オッケー。で、ドラゾンから行くか、ちょっと。おいおい、何があって話してんだ、早く出てってくれよ。私、この人直すまで出ていかないわ。じゃあ、集めたら戻ってきてね、オッケー。でも、直そうとしてねえから協力してくれてもいいじゃんな。まあ、取りに行くのもあれかもしれんけど、場所ぐらいは貸しといてくれよって。ほんと。なんだあいつらは。まあ、とりあえずドラゴンゾンビ倒してくるわ、まずは。さて、アラハギ色地方の砂漠の東の方ですね。え、いなくね？偽の世界でドラゴンゾンビ。真の世界じゃないの、実は。どこだ、ドラゴンゾンビ湧くの。こっちの方じゃないのかな。いねえ、イエティしかいねえけど。あ、いた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 、ドラゴンゾンビ。砂漠にいました、ちゃんと。ね、よし。だって、あいつイエティじゃなくて、イエティの砂漠バージョンね。うん。名前がちょっといまいちわかんない。よし。さあ、やっていこうか。ヒューザー。ザーヒュー。ザーヒュー行こう、ザーヒュー。ザーヒュー切り。ほら。ヒューザー強い。全然効かねえ、こいつ強くね？ほら、全然効かねえ、強くねえって。おい、ちょっと強いな、こいつら。あ、今井ちゃん。勝って、あんちゃん、よろしく。ずつギガブレイクしとくがいった。片方でもやっつけときたい、せめて。ブレブレ。せい。まあ、片方やれるやろ。うおう、いいね。よし。不意ついてたか、今回、そういや。いけ。ダイダラ君、とどめだ。とどめの一撃やってあげて。よし、オッケー。結構体力多くね、こいつ。ドラゴンゾンビ。おい、骨落とせ。骨落とせ、お前。よーし。さあ、もう一個だな。ローヌ樹林帯だな、次は。だって、ローヌ樹林帯の南の果てにあるっていう。ね、なんだっけ、なんか探しに来ました。南の果てってことは、いっちゃん下よね。いっちゃん下。適当にいっちゃん下行けば、ああ、だったった、いっちゃん下にあったわ。
適当に言ったらありました。結構優しいゲームですね。さあ、ロード人参手に入れた。オッケー。さあ、これで2つの大事なものが揃いましたね。さあ、これをセラフィーちゃんに渡しに行こうか。このクエストはどんなオチ迎えんだろうな。セラフィーちゃんが偽の世界から現実世界帰れんのかな、結局。なんか、虐げられてるというか、結構ね、はぶられてるけど、セラフィーちゃん。可愛いのによ。寒い寒い病かかってる人たち。おい、持ってきたぜ、薬。なんだ、おめえ。ねえ、シメールが大変な時に何悠長に本なんか読んでんだ。いい加減出てかないとつまみ出すぞ。いや、直し方見てんだって多分。知らんけど。そろそろ、ダイダラさんが帰ってくるはずだから薬を調合する手順確認してんだってば。お前も見てるだけだろ。あ、ダイダラさんお帰り。変なやつだな。もう無視して出ていこうぜ。でもかわいそうか、さすがに。お願いした、ロード人参とサリュウコツを集めてきてくれたのね。準備はバッチリ。優しいぜ。早速だけど材料もらっていいよ。はい、ありがとう。さあ、これがあれば薬を作って病気の立ち助けられる。さあ、治るかな、これで本当に。さあ、セラフィーは薬を調合してシメールに飲ませた。どうだ、寒くない、暑い暑いになるかもしれん。震えは収まった、よかった。おい、お前筋肉謝れよちゃんとねえ。あー、元気になったな。もう起き上がれるか。あんな寒かったのにもう寒くない、治ったか。薬が効いたみたいね、大丈夫。よかったじゃん。まったく資金会かけやがってよ。あいつら都合いいな、調子いいな、あいつら。こうやって国の人たちを守りたかったの。だからいっぱい勉強したんだ。薬の勉強してんだ。だってこの薬の国の真実を知ってるのは私だけだから。ダイダラさん協力してくれてありがとう。これをね、今回の俺だよ。ありがとう、新婚だね。さあ、凍える人々。今回のクエスト、この凍える薬、クエストのさ、人々。病気かかってるって言ったよね。この病気に関するクエストなんかな。なんだろう、原因は。病気じゃないの、普通に。流行り病かな。なんでしょうね。歩くの遅いな。ねえ、シメール。ねえ、シメールさん。なぜこの病気にかかったか心当たりある？いつから寒くなった？いつからの？思い出した？そうだ、あいつだ。あのバッファロンを見た時からだ。何、バッファロン？何、バッファロン？格闘場のショーで、あの最初にベルムドーがズッタズタにしたあのバッファロンだよ。あいつ？ベルムドーってねえ、比較うなり声がうなる声がして外で出てみたらヤツがいてよ、急に襲ってきたんだ。で、そのまま俺の体を通り抜けて消えてったんだ。あれ、生きてるよ。魔物じゃねえんだ。怨霊だ。怨霊になってこの町に戻ってきた。お化けに呪われてたの、お前。そうだよ。あいつに襲われた時から急に猛烈な寒気が襲ってきて体が思うように動かなくなったんだ。やっぱりこの病気は怨霊が振りめた呪いか。マジそうなの？呪いの病気なんだ、これ。どうしよう。最初のショーでね、殺されたバッフロンって、バッファロンって元は人間だよね。誰だろう？兵士さん？気になるけど今は病気かかってる人に薬飲ませる方が先だよね。で、ダイヤさん、私は行くね。入り口の人にも飲ませてあげなよ、ちゃんと。なんか、どこにいるか教えてくれたおばちゃんがいたんだけど。ねえ、お前ら、元気か？あんなにひどいこと言ったのに、セラフィーもあんたもお人よしね。セラフィー、あの子なら、お城の武器庫に行くとか言ってたわよ。武器庫か。ベルムドーっていうやつがいたんだよ。ねえ。なるほどな。とりあえず病気になってたんだ。セラフィーとあんたがいなきゃ俺死んでたかもな。感謝してくれよ。おい、お前だ！セラフィーは最初からシメールを助けようと必死だったってのに、俺たちは信じようともしなかったんだ。俺があいつだったら、とっくにシメールのこと見捨てたぜ。ねえ、あんなチビのくせに大したやつだ。俺を見捨ててたよ。じゃあセラフィーちゃんはいい子ってことだよな。よし、じゃあ次のクエスト、だから多分、あれかな、あの中で受けれるのかな、セラフィーちゃんかな。この人じゃないよ。で、入り口の人どうぞ、元気？おい、あんたかい。セラフィー探してるなら、後ろの中がうるちょろしてる。さっきは東側の城壁の通路を歩いてる。おー、なんか、でも寒気はなさそうだね、あの人。よかった、よかった。さて、武器庫に向かってる途中で、セラフィーちゃんを、見つけてはないけど、なんかムービーが入りました。キャー、おにょりょー、出たか、バッファロン。まさか、こんな昼間から？おい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 、なんつう時間に出てくんだよ、お前。ベルムド、ベルムドー。あ、みんな病気かかっちゃった、これ。兵士も来た。今度こそ逃がすな。化け物め、覚悟しろ。勝てんのか？スパー、あー
呪われちゃった。おい、呪われたよ。ねえ、メラミ、メラかもしれん。クソ、何も聞かへん。物理無効じゃねえか。うわあ、いやあ、呪われてしまった。デーレー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 デーデー、ベルブドー。おい、なんだよあいつ、この化け物、どうすんだよ。みんなブルブル病かかったじゃねえか。見てるだけーって。俺たちはテルフィーちゃん、ダイダラさん、今の見てたでしょ。何あれ、バファローの怨霊はああやって毎日のように現れて人を襲ってるの。病気にかかる人は後を絶たない。薬ある？大丈夫？きっとあの怨霊を沈めない限りアラハギールを救えないと思う。だから私、あの怨霊の正体を突き止めたい。ねえ、バファローじゃないの？なんだ？ねえ、ダイダラさん、私たちが闘技場の格闘場の地下の檻から逃がした魔物たちのこと覚えてる？覚えてるよ。うん、あの魔物たちはもともと人間だから、バファローの怨霊についてなんか知ってるかも。何？魔物たち探すの手伝ってくれって。え、どこにいるかわからんで、そんな。まあいい、頑張って探すか。ダイダさんが一緒なら心強いわ。さあ、怨霊の正体、あいつは一体誰なのか。誰だと思う？マジわからん。町の外によく出かける人なら、まあ、魔物たち何か知ってるかも。城下町で聞き込みしてねって。 OK、 まず聞き込みしてから、なんか聞いて次行く場所探すってわけね。しゃあねえな。で、ちょっと街の中で聞き込みましょう。もう答え光ってんじゃん、マップで。あいつに話しかけろ。このおじさんか。こんにちは、おじさん。ういーっす。う？格闘場から逃げた魔物たちがどこにいるか知らないかだと。そういや、行商の帰り、荒萩色地方には生息してないはずの魔物たちの集団見かけた。そいつらじゃね？日よけの祠の穴に入ったんだ。ねえ、あれがもしかしたら格闘場にいた奴らじゃねえか？日よけの祠か。祠穴ね。いよいよ行ってみるか。おじいちゃん、いい情報ありがとう。え、本当？格闘場から逃げた魔物たちは今日焼けの炎にいる？おー、まあそれっぽい魔物の集団っていうわけで確かなことじゃねえぞって。また、おじさんありがとうって。行ってみるか。有力な情報を得たみたい。とりあえず日焼けの炎まで行こう。アラハギル王国の南にあるよっていう。オッケー、一緒に行こうよ。相変わらず一緒には行ってくれね。さて、日焼けの炎ってすぐ近くのとこだよね、洞窟。え、どこだ洞窟。すぐ近くの洞窟行ってもすぐ近くのところがわからねえけどな。マップ的にはこの裏。ってことは、ここから行くとこだ。なんかのイベントできたよな、ここって。なんだっけ、ワカメ王子だっけ。ちょ、覚えてねえや。よし、まあでもサクッと。来れました。はい。で、何があんの、ここで。魔物たちいるかな、喋れんの。来た。ちょいーっす。いる？セラフィーちゃん。ダイダラさん、来てくれたのね。格闘場から逃がした子たちいるかな？いないかも。いるかも。あれ？なになに？いる？いるじゃん！みんないたわ！元気か、おめえら。退治しに来たぜ。じゃあ違う違う。セラフィーちゃん人気者。みんな久しぶりだね。前ベルムドさんに襲われた時、助けてくれてありがとう。あのね、今日聞きたいことがあってきたの。ね、荒萩城下町にバッファロンの怨霊が現れて町の人たち苦しめてる。多分格闘場でベルムドさんに最初に殺されてしまったバッファローの霊よ。あなたたちがあの魔物誰だか知ってる？え？どうしたの、みんな。ビキビキやピョキャー。バッファローについて知ってる？どうしたの？ねえ、ベルムドに最初に殺されたバッファローならゴリウス兵士長。え？めっちゃ喋るやん、リリーパッド。あなたは人の言葉喋れる。はい。申し遅れました。私はアラギロ兵士団の兵士長だったゴリウスの息子、タジウスです。あら、息子さんですか。ねえ、格闘場から逃がしてくださったことを感謝してます。あなたがいなければ命は。ねえ、うん、うん。あなたたちが傷つけられるの見てられなかっただけだから。それより、そのゴリウスさんって確かベルムドさんにきつく命令してた人だよね。あの人のこと教えてくれる？父は非常にプライドの高い人でしたから、ベルムドに見せ物にされた。殺された恨みは並々ならぬものだったんでしょう。元はといえば、父が魔物使いたちに魔物の戦地に向かわせ、人間たちに立ちにしたことから恨まれた恨みだから、ベルムドに対してめっちゃ高圧的に魔物だと使い捨てだとか言ってたやつだよね。ね、カス野郎だよね。まあでもそんな人にも息子がいる。ごめんよ。セラフィーさん、申し訳ありませんが、私を荒萩まで連れててください。私が父を説得します。父には自らの過ちを認めて恨みを捨てて、天に書いてもらいたい。そっか、ありがとう。行くか、じゃあ一緒に。な、
ダイヤさん、思いがけず心強い味方が現れてよかったね。タチウさんがいれば問題が解決するかも。じゃあ行ってみようか。こんなで解決するわけないんですけど。おい、俺が一緒にルーラー連れするぞ。いいのか？歩くの遅。はい、というわけで、さっき音量が出た広場までやってきました。さあ、ここで、ムービーが流れた。なんや。キャー、音量よ、出てきた！しょっちゅう出てくんな、あいつら。もう捨てよう、ここ。でかいな。俺らでも呪われるで、倒せんから。ダイダラさん、来た。セラフィーちゃん来た、息子も来た。出たわね。ベルブド、ベルブド。父さん、やめて！僕がわからないですか？あなたの息子のタジウス！いくら探したってベルムドはもういない。どうか怒りを鎮めてください。僕は、人を恨んで、我を忘れ、暴れ狂う、そんな父さんの姿は見たくない！もうそう、ベルムドおらんもんな。ひょー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 、そんな安っぽい親子のメロドラマで私の実験の邪魔しないでください。あ、お前はいつぞや出てきたやつだ。懐かしい。おや、そこにいるのは勇者姫と横に、その横にいたダイダラ。またお会いできて嬉しいですよ。こうして再会できたのですから、あれから私の身に起こったことを話してあげましょう。あなた方に、我が研究の集大成である魔勇者を粉砕され、私のプライドはズタズタになりました。そうなんだ。なんでまだ生きとんねん、お前は。ですが、おかげで目が覚めました。あの程度の成果に満足していたなんて今思うと恥ずかしい。かくして私は、より強い素材を集め、偽の連打者銃を探索、そしてついに巡り合った。こいつ？このゴリウス君に。彼のまとう女の力は計り知れない。この力と私の技術が合わされば、我が研究におきる最高傑作となろう。戦うんかな、こういうのおじいちゃんと。そしてこの国を滅ぼすので、それを証明し、大魔王マデサゴーラ様に我が研究成果の推移を献上するのです。もうマデサゴーラおらんで、倒してもうたわ。ごめん。だいたらあなたを倒せばゴリウス君の優秀さは確かなものになるはずです。さあ、ご協力いただこうか。戦うの？ゴー。タジウス、おー、あらがえ、あらがえ。息子を思う気持ちあるぜ。ひょひょひょ。また人の証が残ってるとは計算外です。そんな生ぬい情報はすべて怨念に転嫁できるよう調整せねば。ではだいたら再調整の後またお会いしましょう。次こそ必ずぶち殺します。怖っ、こいつ。ひょ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 、帰ってた。おい、なんだその魔法は。ルーラか。うわー、あいつ出てきたのか。魔勇者を作ってた、変な、魔勇者の力をね、増幅しようとする、してた、変な研究者です。なんだわ、あの音量と話したりとか、なんか関係あんのか。ねえ、もしや、やつを街へ引っ込んでるのは、お前たちじゃないのか、怪しいやつめ。もうやっつけるか、こいつ。キャー、音量よー。な、今度あっちか。忙しいな。え、助けてくれたんかな、これ。今の声あんたか。安心しろ、今の声は俺の仲間さ。シメールさん、勘違いすんな、借りを返しただけだ。親としてんで、今のうち街へ出ろ。シメールさん、ありがとう。あのマッチョ、マッチョが出した声です、今のは。マッチョの償いです。ダイヤさん、ひとまずアラハギロ出よう。どうすんだ、次のクエスト、マジで。難しいわ、これ。音量、あのジジイを倒さなきゃいけないんだよな、どうにかして。おい、どうしたらいいんだ？さて、こっちに行けば、クエスト進行。あ、こんにちは、おばちゃん。セラフィーも忙しい子だね。今度は全速力で街の外まで行っちまったよ。だって、忙しいぜ、セラフィーちゃん。さ、外出たらいいのかな？セラフィーちゃん、どうするよ、外出てきたけど。このままじゃ街入れないよ。ダイダラさん！ダイダラです。息子も返してやりな、洞窟に、そろそろ。あ、ペコリ。さっきは驚いたね。いきなり黒幕登場。あのじいちゃんやっつけなきゃね。申し訳ありませんでした。私が父を説得できればよかったんですがね。なんか操られてたよ。しゃあないよ。あんた。息子よ。ねえ。しょうがないよ。あの、ひょっひょばんに実験とか言って操られてみたいだもん。ひょっひょっひょっひょ。次はゴリウスさんパワーアップさせてダイダラさん倒すって言ってたわ。俺を倒すのやめろって。このままだとダイダラさんもあの国の人たちも危険だわ。せめて勇者倒す言えよな。でも剣も呪文も聞けないゴリウスさんの音量相手にどう戦えばいいのか。協力します。探そう。なんとかする。音量を、教会で戦わんかねえ。あ、俺たは、渡しなかったね、っていう。はい。いいよ。力の谷ありがとうな。さあ、音量の招待。Thank you. はい。というわけで、なんとかクリアでした。危なかった。
じゃあ何だいたらさん。ってことで、ゴリウスさんどうにかする方法を探しておくよ。ちゃんと見つけといてね。だいたいね、この各町のクエストは3つで終わりなんで、次で終わりなんだよね。だから次、どうにかなってるはず。だって、またセラフィーちゃんどこにいるの？ちょっとあんた、大きい声だと言いないけど、急いで東の小山に行っておくれって。めっちゃ大きい声出てない。ちょっとあんた、うっす。うっす、俺です。隠れ住んでんのかな、セラフィーちゃん。来たよ。セラフィーちゃん、またここに来たんだ。わかった、なんかあいつ倒す方法。ここにいるんだ。ほんとにそんなんで大丈夫かよ。とにかく人手が必要なの。力貸して。でもね、しょうがね。お前を信じて協力してやるよ。手はず通り動けばいいんだな。マジかよ。シメルさん、ありがとう。やってくれるんだ、ちゃんと。ありがとう。なんか、何してするか知らんけど、ありがとう。テラフィーちゃん、俺何したらいいの次。倒せばいい。来てくれたのね。来たよ。物理なら任せて、物理なら。このままだとまた、ヒョヒョマンが、ゴリュウさんを操ってダイヤさんを狙ってくるから、迎え撃つ作戦を練ってた。今の父は、剣も、呪文も効きません。恋愛相手に戦う方法を調べてみた。どう戦うん？セラフィーさんが、霊体を実体化させて留めてくれる魔法陣の存在を突き止めてくれた。そんな魔法陣あんだ。作ろうぜ。魔法陣は医学材料が足りない。魔法陣、インク材料さえ集めることができたら、魔法陣を描いてゴリューさんの怨霊を迎え撃つことができる。で、材料集めるの手伝ってもらいたいよ。じゃあ、なしやぞ。ほんま。ねえ、愚匠の礼拝。全部で5個。はあ。雲の巨人倒すといい。5個もゲットすんのかよ。結構大変だった。魔物たちの番か。というわけで、雲の巨人倒しに行きましょう。おい、結構めんどくさいじゃねえか。雲の巨人ってさ、確か湖っぽいとこにめっちゃいたよね。確か。ここ。虫しかいねえけど。なんかいた気がするけど、ちょっとドロボロドロ。あ、いた。ほら、そうそう、こいつ。よし。じゃあ、こいついっぱい倒しましょうか。雲の巨人。5つだよね、確か。なんか、礼拝やっけ。雲教。毎回確定ドロップなんかな。そこ俺めっちゃ気になるんだけど。確定ドロップじゃなかったら俺の人生終わっちゃうけど。大丈夫かな？ねえ。意外と弱いわ、こいつ。オッケー。クソザコ太郎ね。大丈夫。よき。いいね。さあ、これで、落とす？あー、よかった。あと4体倒します。さあ、これで倒し終えたかな？雲の巨人。5体分。さて、これで愚城の礼拝5個集め終わった。セラフィーちゃん集めてきたよ。これであのじいちゃん倒せるのよな。ひょう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 。さあ、セラフィーちゃん持ってきたよ。うーっす。あの人たちどこ行ったんだろうね。あ、ダイヤさんお帰り、持ってきてくれたのね。これ便利屋ですね、ほんと。いいやつだ。ほい。何使うん、これで。材料全部集まったよ。じゃあ、渡してくれる？あ、もう他集まってんだ。じゃあ、もう、魔法陣書くことできる。え、もう戦うん、すぐ。どこで戦うん？お前ら何してたん、ほんま。君らは。ん？ふむ。セラフィー、手はず通り。闘技場の戦いの広間を使えるように話しつけといたら。おうおうおお、闘技場行くんか。シメルさん、ありがとう。あそこで待ち受ける？じゃあ、作戦説明するわ。あの、ヒョマンはゴリュウさんの怨霊を操ってまたダイヤさんを狙いに来ると思うのしてね、うん。どうしたらいい？だから、白刀場の戦いの日の前、ダイダラさんが来てくれたらあいつをおびき出せることができる。マジか。じゃあ、あそこで寝て暮らせばいいかな、しばらく1ヶ月ぐらい。戦いの広間に魔法陣を描いておいて、ゴリュウさんの怨霊が来たら、実体化させれば迎え撃てる。もう倒して構わんか？君のパパやけど。じゃあ、先に開始。ね、準備できたら、戦いの広間来てね。行くけど、いいのかな？なんか軽いな。息子の気持ちがわからへん。倒していいのかな？多分いい。うん、息子も協力してたから。じゃあ倒してくるわ。町のみんなは怨霊の恐ろしさで王がいない心細さを誰かの悪者にしたい。でも怨霊さえいなくなったらセラフィのことを信じてくれる。セラフィなら魔法陣を書くために格闘場の広場へ向かった。あんたたち頑張れ。オッケー、頑張れよ。セラフィで横のそのものあんたが頑張ってんのに町の炎上に来たら、お前もそうやったんだよ。でも改心しただけあいついいやつかもな。単純なだけかもしれんけど。どこ行けばいい？お客様から、右手に行ったら、階段登ると観客席。観客席がバッファローの音量詐欺が続いている以上、以前のように盛り上がることはないです。右じゃないってことは左？あれ、どうやって行くんだ？地下からエレベーターに登っていくんだっけ？確か。ね。
あーそうだそうだそうだ、エレベーターに登っていくんだこれ。ねえ、こんにちは、格闘の中から物音がしたんですって。みんな音量にビビっとるやないか。よし、さあ行きましょう、戦いの広場へ。さあバトルか。ゴリウスくん、あいつどういうタイプだろう、全然わかんねえや。まあ勝てるでしょ、俺強えから。うん。行くぜ。書いてる、うっすく、うっすら書いてる。ダイヤさん、魔法陣の準備はバッチリできてるよ。父は現れるでしょうか。そうだよね、ここ1ヶ月止まらなあかんかもしれん。俺きっと来るわ。1ヶ月の休憩時間を得て、1ヶ月後、お待たせしていたようですね。ひょーひょひょひょ、出たわね、ひょひょマン。何や、ひょひょひょマンって。やんのか、ほら魔法陣のとこ来た、こいつバカめ。あ、魔法陣入ったぞ。どうだ、うわ、実体化した、来た、トラップカード発動。ひょひょ、ほう、霊を実体化させる魔法陣とは足りない頭で必死に考えたようですね。しかし、こんな小細工だと、今のゴリウス君なら物とせずあなたたちを叩きのめしてくれるでしょう。甘えたな、こいつ。行きますよ、ゴリウス。一回出て引いた方がよくないか。甘えたな、こいつ。ゴリウスの音量。おお。やばい、すげえパワーを感じる。セラフィー、応援に来てやったぞ。何？観客席は盛り上がらないって言ったのに。まさか、エゲンセラフィー大だな、ぶっ倒せ。どうしてみんな離れてよ。俺たちだって手伝ったんだから見届けさせろ。応援してくれる人がいるぜ、俺。ひょーひょひょひょ、もうすぐ自分たちも滅ぼされるというのにいい気なものですね。俺たちが助けるよ、守るよ、させないわ。ひょひょ、このゴリウスのパワーを見てもそんなこと言ってられますかね。まずは大だら、あなたからです。勇者のこと誰も眼中いないな。なんで俺そんな目の敵にされてんだろう、いつも。俺悪いことした？勇者助けただけなのに、世界のみんなから嫌われてます。マジでそうです。なんでこんな嫌われてんだろうね、不思議すぎる。ということで行きましょうか。ゴリウスの音量&魔導士キルキル。おい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 、ヒョヒョマン、ヒョヒョヒョ、ゴリウス君、ゴリウス君、じゃあやっつけるか。ねえ、どうするよ。まあ、とりあえず適当にねえ転売していくか。ぶっちゃけ転売してたら勝てると思うよ。あれ、チャージタックルの方が良かったかな。まあ、いっか。テンション溜まってるし、今ヒューザー。ドゥンドゥンドゥン、ヒョッ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 。よし、じゃあ大ダラテンションパンチ。ほら、大ダラテンションマックスはもう、これテンマックスばっかじゃん。もう勝ち顔やん、こんな。ねえ、メギストリス、もう勝ち顔やん、これ。みんなテンション高い、テン高よ。アンルシア、テンション低くなりそう。アンルシア、あ、テン低ー。アンルシア、テン低ー。こうやって、あ、マジックマリオとかしかよかったな。まあ、いいか、もう一回動ける。マジマリしとくか、これ、一応。魔法使いっぽいもんな、魔導士キルキル、さすがに。さて、キラキラ、ポン、あ、ありがとうございます。じゃあ、自分にしとんかい。俺にやってくれ。勝ち上げい、大丈夫、ドルマドンドンドン、大丈夫。俺、偉いな。ドルマドンドンドン。俺の魔法防御力低すぎ。俺、マジで低すぎるな、魔法防御力。まあ、ダイダラ君がよくしなくても、不死鳥転売できるんで、まあ、気にせず行きましょう。ね、ヒューザーもそうなんだけど、だからみんな回復しなくていいんだよね。楽ちん。さて、まあいい。まあ、一体ずつ倒すのが定石。まあ、倒すならキルキルかな。なんか、ワンチャン蘇生されそうだもんね。蘇生されたらさすがにダルタンなんで。さあ、どうしようかな。もう一回やっとく？メギストリス。いや、別にいいだろう。え、ちゃう。これは、ティンクルバトン来た、アンルシア。アンちゃん、ポン。アンルシア可愛いからな。やっぱり。ラグラス王子も可愛いからな。何も未来見えないけど。ポーン来た。え、もう一回動けるって、もう別にええけど。もうええけど別に。え、どうしよう。え、100万ドルの微笑み。て、経験値ちょうだい !2 個あらーん。ラグアス王子イケメンねーってことで、ほらー、ナイスアタック、キラキラポー。ダイダラ君にキラキラもマジ優秀すぎる。恨みの一撃、大丈夫かみんな、死ぬな、マヒャデドース、痛い。
そこそこ、セラフィーちゃん死んじゃいそう。ダイダラ君も死んじゃいそう。やめてくれよ。もう怒った俺は。チャージタックル。もう俺は許さないよ、お前を。ほらやっぱ壊れるってこの技。おじいちゃん、おじいちゃんご飯食べたでしょ。だってやっつけたい。まだ生きてるよ。さて、セラフィーちゃんがちょっとさすがに弱ってるな。俺やったことないんだよ、ベホマ。ベホマやってみたい。ベホマ、みんなドラ、過去のドラ、うわ9999回復量やば。過去のドラクエじゃみんなあっさり使っとるけど結構大変な技よ。じゃあ、あの人はもう一回動ける。じゃあ交わりしとこうか。ここはよし、魔法体質上げとこう。キラキラポン、ありがとう。優秀すぎる。痛い。じゃあ石落とすな、お前やめろショック受けたらあいつバーカめー。ゴリウス君もドーン。あ、みんな動ける。おい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 、俺の勝ちだな、これ。もうギガブレイクいきましょう。腰抜かしとるやないか、俺たちの強さに。ギガブレイク。あいつまだ生きてる。え、だいたらもう一回行動できる。バカだ、このゲームバカだ。やっぱり集大成来ました、このゲームの集大成。ギガブレイク2回撃てばいいんだよ。え、あれ終わった。あ、どっちもやった。え、ゴリアス君弱え、弱。あ、はいはい、勝ちました。ひょひょまんさん、ゴリウス君めちゃ強い言うてたけど、なんか、あれでしたね。またしても私の最高傑作を。どうすんや、またなんかあんのか。第二形態来るか。なんだ、竜巻が起こってる。おーおーおー、どうなっちゃうの。ひょひょひょ、鬼の力を限界以上に引き出し、呪いを暴走させてやりました。この呪いに触れた者は瞬時に心臓が凍りつき死に耐えるでしょう。ひょ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 、この力はやレンダー車を全部包み込む。やばいやばい、なすすべなく全てを凍りつき破壊していくがいい。お前、あ、消えた。あいつも死んだぞ。凍ったぞあいつ。おい、どうやって止めんねこいつ、呪い。息子なんとかしてくれ。まずいよ、どうしましょう。セラフィーさん大丈夫です、今度こそ父を止めてみせます。いけるんかお前、息子よ。これ届くかな。サバタ死ぬぞお前。キキ、あ、みんな来た、みんな来てくれたのか。通じるかな、話通じんかったらどうしよう。ギガブレイクの準備しとくが。あれ、死んでもた。あー、あかんかった、凍っちゃった。メラ、え、人間だと。父さん、もうやめましょう。ベルムド、ベルムド、まだベルムド言ってるよ。父さん、ベルムドを復讐に駆り立てたのはあなた自身ではありませんか。説教してる。ドラキー、君もだ。兵士、兵士よ、あなたが魔物の命を盾にしても国と民を守ろうとしていたこと、私たちはみんな知ってる。あ、でもなんだかんだ慕われてたんだ、兵士長も。命の優先順位、魔物低すぎたわけね。そうです、悪評にまりめれようとも国を守ることを優先したあなたを俺は尊敬する。オーク、魔物たちみんな消え、お化けになっていくんか。厳しいけどあなたは誰よりも強かった。自らの怨念になど負けないでください。あなたなら怨念に打ち勝てる。が元の世界に連れてったら人間戻れたんじゃんか、お前ら。兵士長、もういたあんたの強さ、俺とあんたの優勝をオラに見せてくれよ。父さん、犯した過ちを償いましょう。そして憎しみの連鎖を断つのです。怨霊には怨霊をぶつけるんだよって。怨霊ではないか、幽霊か。お、戻った。兵士長、乱すまなかった。よかった、アラヒーローを守るためには人に恨まれても仕方ないと思っていた。そんな心がいつしか私を鬼にしていた。ねえ、まあ元戻ったんじゃよかったよ。犠牲になった命のため、ねえ、私たちも父さんと共に行く。おい、死ぬんかお前ら、救われた命なのに。
本当に終わるのだな。なんと長い戦いであったことか。アラギロの元の世界はもう大丈夫や。任しとけ。あのワカメ王子に任しとけ。じゃあな。テラフィーさん、ダイダラさん、ありがとうございました。よっ。タジューさん、またな。行っちゃったよ。みんな消えちゃったよ。これで真の世界から来た人たちどうなっちゃうんだろう。ねえ、みんないなくなっちゃった。わかんない。アラハギロを守りたいって気持ちは誰も同じだったのに、どうしてこんな悲しい結末になったんだろう。わかんないや、うん、あのヒョヒョのせいだよ。どう悲しむな、セラフィー。応援してくれた人たち、あいつらは長く苦しい悲しい戦いの日々からようやく解き放たれることができたのさ。お前たちのおかげで。なあセラフィー、ちょっと城下町まで来てくれ。話しておきたいことがある。なんかあんの？え、いい話になって終わらせたってセラフィーじゃん。悲しませたくないから。なんかあるのかな、行ってみようか。セラフィーちゃん明るいホイミスライムだからかわいい。あれ、なんだい、パレードみたいに始まってんじゃん。何、どうしたの。え、何マジで急にどうしたおめえら。倒したからやってくれたじゃねえか。アラヒル守ってくれてありがとうね。おお、大太郎おめえも頑張ったなーって。ありがとうセラフィーっていう。セラフィーが倒したってことにしてくれてんの、音量を。え、そんなん、あれは大太郎さんやタジウさんのおかげだよ。いいじゃん、セラフィーもらっとけってお前。なあセラフィー、実はみんなで考えたんだけどな、お前俺たちのリーダーになってこの国を引っ張っててくれねえか。え、王様なんだセラフィー。この国のために必死になっているお前を見て思ったんだ。この国をまとめられるのはお前しかいないって。マジか。なるはリーダー。無理だよ、私にリーダーなんか。この国を守るのがお前の夢なんだろ。だったらきっちりリーダーになって、その夢真正面から貫いてみやがれ。影から守るんじゃなくて正面から。確かに今だと影からだもんね。いや、みんな賛成してる。イエーイ。じゃあ税金消費税 50% だ、明日から。きつ。リーダーとか柄じゃないけど、これからもアラハギロとみんな守るために私頑張る。頑張ってくれセラフィーちゃん。王様なっちゃったよ。ここの私、ここのリーダーになっちゃった。あ、そうだ、リーダーの初仕事として俺だ。うっす。スキルパネル、スキルアップパネル銀、虹くれ虹。王様、王様のパワーで頼む。はい、サンキュー。これまでずーっとダジャーさんには頼りっぱなしだったけど、これからは町のみんなと協力してここを守っていく。今までありがとう。私たちの作る新しい国に期待しててね。はーいっす。セラフィーちゃんもこれから大変だと思うけどな、リーダーとして頑張れよ。みんな拍手やめるタイミング一緒だった。すげえ、コンサート会場かよ。訓練された人たち、もう一緒に歩いていくわ。なんか残されていった俺たち、つらいぜ。まあでもよかったセラフィーちゃん、こっちの国に残されてさ、何、魔物使いのあの人と一緒のとこ行けなかったけど、こっちの世界でこの魔物たちを率いてセラフィーは生きていくね。あのヒョヒョマンさんは死んでよかったね。よかったよかった。これ何か、これ議論してるんかな、これ。うわ、あの筋肉とかもいるんだ。セラフィーちゃんがまとめてまーす。みんなとりあえずご飯。来た。セラフィーが王様なってんのか。まあ創世の力によって作られたこの世界は消えることがないって言ってたから、この偽の世界、もう一つの世界としてセラフィーちゃんは生きていくんだろうね、ここの王様として。うん、鬼の騒ぎは収まったけど、アラハギロが少年バザー、セラフィーの力合わせて頑張れよ。頑張れよじゃない、頑張るよ、頑張ってくれ。セラフィーおる？アラギロ守るために人が魔物の姿に、魔物が人の姿に、俺たちも？いや、なんかこれ、なんか話戻ってないか、お前。操られてたバッファロンの怨霊、格闘場から逃げ出した魔物たち、あいつらも消える前に人間に変わった。不思議なことが起きたはずのに、なぜか驚かなかったんだ。あ、知らんかったんか、君ら。実は魔物やって。シメールだったら、町中を駆け回って、ねえ、セラフィーは悪くないって、あの子はいい子だってみんなを説得して回った。シメール、お前いいやつだな。ねえ、おもろいな。極左の場にセラフィーちゃんがいる。ウケる。あ、ダイヤさん来てくれてよかった。俺言いたかったんだ。私一人の力だけじゃ、アラハギロ のみんなの病気もゴリュウさんも助けられなかった。アラハギロを救ってくれて本当に本当にありがとう。元の世界に戻りたくないって言ったら嘘になるけど、町のみんなは私のことを必要としてくれてる。ベルドさんやゴリュウさんの分までこれからアラハギロをみんな、私たちみんなで守っていかなきゃ。
過去の記憶をなくしたこの町のみんなと一緒にこの世界で私の新しい未来を作る。悲しいことが多すぎたこの国を笑顔いっぱいの楽しい国にするから、アラギアの未来見守っててねって。どうなんだろうなこの後ね。えとりあえずセラフィが鍵を解放したぞっていう。はあ、ねえ、我が王は今もなおベルム堂をただ一人だ。セラフィは仲間だ。よかったよかった。これからなんかいい感じに過ごしてくれよ。はい、ということでこれで終わりたいと思います。アンちゃんの部屋です。ここはね、さてこれでとりあえずドラゴンクエスト10のねバージョン2のやりたいやつはだいぶ終わったので、これでこのおまけシリーズも終わりたいにしたいと思います。見てくれてありがとうございました。一応ねまだなんか追加コンテンツでこれねコロシアムとかあるんですけど、コロシアムをやるためにはねバージョン1からバージョン2のクエストを全部クリアしなきゃいけません。無理ですということでいや無理だろ職業クエストサブストーリー全クリアっていうね、無理だろどう考えても ね何百本あんねんということでね、まあ、それやりたい方はぜひとも購入して1、2全部クエストクリアしてみてください。多分今俺ここまでクリアしてバージョン1、2やって160時間170時間かかったのよプレイ時間ね。なんで多分ねクエスト全部やったら300時間400時間遊べると思いますので、もしね時間かけてもいいけど無限に遊びたいという方はおすすめです。でもオンラインやってもいいかもね、そこまでやるんだったら。わかんねえ。はい、ということでとりあえず一旦これで終わりにしましょうか。今後ねバージョン3のねオフラインが出たら、ぜひともまたやりたいと思いますので、バージョン3のオフラインでまたお会いしましょう。ね、過去のドラゴンクエストもねだいたい投稿してますので、興味ある方は過去のドラゴンクエストシリーズとかの動画とかもね見てください。よし、それでは、終わりましょうか。また次回の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてみんなありがとう。またな。おつぽよ。あんちゃんマジ最高。